はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日はアンダーシャツのちょっと着比べをしていこうかなと思います。結構僕アンダーシャツリラックスフィットだけで 4,5 種類持ってるんですよ。各メーカーいろいろちょっと特徴があるので、でこれからの時期ってやっぱ暑いのでアンダーシャツ試合中に着替えたりするじゃないですか。まあそういった時に、まあこのアンダーシャツ買えばこういう特徴あるよとかっていうのを皆さんにお伝えすることができればなと思います。はい、それでは最初もう今着てるんですけども、もう誰もが知っているアクティブームです。こちらなんですけど、まあ、特徴といえばここが、まあ、腕の部分は若干フィット気味なんですけど、ここのゆとりがすごいあるんですよ。なので脱いだり着たりする時が全く大変じゃないっていうのと、伸びるのでアンダーシャツユニフォームの中に入れても出てこないっていうのはめちゃくちゃいいなと思います。僕もこれ、まあ、長袖とあと半袖も出てるのでそちらも着てるんですけれども、で今僕が着てるのが S サイズの、アンダーシャツになります。伸びがすごいいいのでリラックスフィットでも、まあ、なんかワンサイズ小さくてもいいのかなぐらいのイメージで、まあ、僕なんかは普通に S サイズ普段から S サイズ着てるのであんま関係ないんですけれども、 S サイズからもあるので野球女子選手なんかもすごい着やすいのかなと。あとはまあおしゃれなのでね、普通にアンダーシャツからユニフォームからチラ見せするようなのが結構おしゃれだなっていうのがありますね。色なんですけれども、ブラック、ネイビー、ブルー、レッド、エンジ、パープル、そしてホワイトですよ。白ですよ、白。ホワイト。どっかの大統領かよ、これから。早稲田の野球部の皆さんも着れるといったところになります。まあそうですね、白いチームってあんまり見ないよ、確かに見ないんですけれども。まあで、あとは、まあ、エンジもあるので、楽天イーグルスの、選手の皆さん着れますよ。で、エンジって言えば、まああとは、ゆうやさんか。ゆうやさんも赤系のもの着たりとかしてるんで、いいんじゃないでしょうか。では、ちょっと次のアンダーシャツに行こうと思います。はい、ということで、2着目が、エンヨネのアンダーシャツになります。はい、こちらも S サイズのリラックスフィットのアンダーシャツなんですけれども、先ほどのアクティブームと違う点は、生地がこちらメッシュ気味なんですよ。メッシュ気味のアンダーシャツになっていて、黒だと山本由伸投手や、筒香選手などが、着ています。そうですね、昔で言うと元阪神の金本監督も、着てましたね、現役やりコーチの時に。で僕オンヨネのアンダーシャツ高校の時からずっと着てたんですよ。でめちゃくちゃやっぱ軽いんですごい着心地がいいのと、まあ正直言うと伸びはそこまでないのかなとは思うんですけれども、その分ダボつかないっていう点では、まあ、かなりいいなっていうアンダーシャツになります。であとは売ってるのは、僕はこれは、ベースマンで買ったかな。ベースマンとかあとトキワスポーツ、高校の時はトキワスポーツまで行って買いに行ってました。なのであとはまあウェブとかだとスワロスポーツさんとかでも確か売ってるのを見たことがあるので、まあ大体、まあ、埼玉や東京にお住まいの方はベースマンさんに行っとけば間違いないのかなとか、あとトキワさんかに行っとけば間違いなく買えるのかなとは思います。でこちらも、なんかいろいろ種類があるんですよ。でこういうメッシュ生地じゃない、普通めちゃくちゃ伸びる生地のタイプもあれば、こういったメッシュ生地だったりとか、あとこれも丸首以上までかなり広いやつなのでとか、まあ普通にハイネックもあったりとか、種類カラーもかなり豊富なので結構いいのかなと思っています。僕なんかピッチャーやるときはあまり、ダボつかせたくないので、こういったのというかもうオンヨネを、ピッチャーやるときは着て、やっています。すごい僕の中ではおすすめのアンダーシャツなので、ちょっと値段は張るんですけれども、これ 4,5 千だったかなぐらいするんですけれども、まあ一着あってもいいのかなと思います。では、次ちょっと一気に紹介できるのがあと1枚なのでラスト、紹介していきます。はい、じゃあラストのアンダーシャツなんですけれども、ほんの少し前かなに紹介、させていただきましたクロスポさんのジーニーというアンダーシャツになります。はい、こちらはあれですね、どちらかというと伸びがいいタイプのアンダーシャツになっています。でやっぱ軽いし回しやすい、柔らかい分っていうのがあったりとかですね。でこれ着てるのがまたまた S サイズとなっています。でクロスポさんのこのアンダーシャツの特徴って言ったらやっぱり、まあ、マーキングとこの柄なのかなと思います。すごいですよね、デザイナーさんに担当していただけるのでザおしゃれなものが出来上がってくるので、すごい、僕はこのマークかっこいいなと思っています。
一番最大の特徴はサイズの幅がすごいっていうのが、これめちゃくちゃいいなっていうのがあって、まあ正直言ったら僕みたいに細い人や女子選手、あとはまあ小学校高学年とかの人だったら SS サイズがあるので、これよりもうワンサイズ小さいものが、あるので、僕より細い人や小学生高学年なんかも着れるのかなっていうのはすごいおすすめな点の、一つになってたりとか、まあ逆にそうですね、某映画、あ、名前出しちゃった、某僕たちの撮影に来てるあのでっかい子なんかは、もっとでかいアンダーシャツ着たいってなったら、そこまで成長してしまったら、それも上もあるので、どん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 、あいつも成長できるのかなと、肉体的に成長してっても買えるアンダーシャツがあるのはいいんじゃないかなと思います。お値段がだいたい4000円ちょいぐらいで、なおかつ、マーキング代がそこから別途確か最低1000円だったかなから、まあちょっとデザインによっては少し上がってくるかなっていったような、お値段となっています。そうですね、まあ、最近、まあ、あの流行りというか注目されているアンダーシャツですので、ぜひ皆さんも、お手に取って着心地確かめてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日は3メーカーの、全部リラックスフィット、だったんですけれども、のアンダーシャツをご紹介していきました。これからの時期、絶対に衣類っていうのは1日で着る数が増えてくると思うので、いろんなアンダーシャツの種類があってもいいのかなと思うので、皆さんちょっと参考にしていただければと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします。革、はい、自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.